WWS チャンネルをご覧の皆さんチュルチュルランドの王子様リューチェルですはい、ペコですお願いします <laughs> えっとなんか本当に普段あんまりこうやってこういう形でお仕事を一緒にさせてもらう機会があんまり少ない方と一緒にできてなんか超新鮮でめっちゃ楽しかったですなんか本当に なんかこういうアメーバスタジオだったら見てくれる観覧のお客様もいるので本当にみんなと楽しめる感じがしてすす。ごい楽しかったです <laughs> こんな感じでこのトップスがリューチェルのなんですけどちょっと男の子サイズで結構大きめでスカートを本当にちょっとだけ見せてなんかボーイッシュな感じなんですけどリボンでちょっと女の子らしさを出しました。で ユーチェルと一緒に襟付きのラガーシャツで合わせました <laughs> はい、僕も本当ペコリンとちょっとおソロでペコリンが最初にこれ着だしたんであ、僕もちょっと襟シャツにしようと思ってちょっとラガーシャツ着てみましたで、僕はちょっとインしてあのハーフパンツとで、そしてちょっとエアロビボーイっぽくヘアバンドとタイツで合わせてみましたよろしくどうぞでも本当に今日も着てるんですけどこのラガーシャツ だと思います、うん、なんか,か今から中途半端になんかそのアウター着るかな着やんかなみたいなとか長袖かなみたいなちょっと難しい時期なのでラガーシャツだったらなんか生地もなんかいい感じだし<ー>ねすごいなんかスクールガール風とかボーイッシュだったりとか男の子もなんかラグビー部みたいに着れたりとかするのでこれはすごいおすすめです。うん <laughs> なんかやっぱりラガーシャツだったら結構1枚羽織るだけで本当おしゃれになるので雰囲気もね本当僕もラガーシャツおすすめだと思いますなんかでも本当にあの自分のやりたいことを一番大切にして多分何よりも優先していいと思うんで自分のやりたいっていうその気持ちが本当だったらだから本当に人に何かを言われようと。 一番にその気持ちを本当に大切にして、なんか最後10代20歳になるまで楽しんでほしいなと思います。はい。なんかやっぱり僕は妄想が大事だと思います。<laughs> なんかやっぱりなんかいろいろ。 なんかやってみたいなと思ってもちょっと勉強が忙しくてとか部活が忙しくてとかそういうのがやっぱりあると思うんですね。で別に10代じゃなくても20代になってもやりたいことはずっと思い続ければできると思うのでそのやってる自分を想像しながらちょっと今ある環境を必死に頑張ればちょっとそれにだんだん近づいてくると思うのでやっぱり夢を見るときにちょっと夜眠る前ですねちょっと ちょっとこの夢が見たいなって妄想してあじゃあ僕が歌手になってる夢見たいなとか言って眠ってそういう歌手になってる自分を妄想しちゃうみたいなのとかしたらちょっと楽しくなると思います。ででした <laughs> 秘訣はでも本当に 何でも思ってることを素直に言うことですなんかそう本当に嫌なところとかこれムカついたとか何でそんなことすんのとかそういうちょっと気に障ったことももちろんだし逆に「大好き」とか「ありがとう」とかそういう気持ちも全部もうこまめに思った時に伝えるとやっぱり隠し事というかなんか壁がなくなって本当にさらけ出して仲良しになれると思います。 なんか僕もやっぱり、なんかペコりんが本当に言った通りなんですけれども、なんかやっぱりちょっと例えばあるじゃないですか、なんかあの時本当はこう思ってたんだけどみたいな、マジおこうみたいな感じのとかやっぱりあると思うんですね、皆さん、聞いてますか はい、あると思うんででもそういうのが本当僕たちなくてなので、やっぱりそういうのは全部あの隠さずありのままの自分を出すということがやはり大事だと思いますので投票よろししくお願いい。ます。リューチェルです。でれはい、えっと、本当に超10代のイベントで皆さんに会えるのを楽しみにしてるので。<laughs> <laughs> ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。ありがとうございました。えっと、超十代で、本当に皆さんに会えるのが楽しみで、一ヶ月前から眠っておりません。本当に楽しみにしてます。みんなの会えるの楽しみ。ラッキー。はーい、ありがとうございます。バイバイ。